福駅は、大阪府大阪市西淀川区福町2丁目にある、阪神電気鉄道阪神南波線の駅。駅番号は、HS48。上り改札口下り改札口ホーム相対式ホーム2面2線を、有する地上駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は両ホームの甘ヶ崎よりに、ホームごとに独立して設けられている。 阪神電気鉄道の駅では唯一、双方のホームを結ぶ、改札内の通路が存在しない。ホームの有効長は130メートルで、19メートル級の阪神車両6両編成と21メートル級の近畿日本鉄道車両6両編成に、対応している。ホーム延伸時に駅舎が改築されたが、ホーム別改札であることには、変わりがない。自動改札機は、 オムロン製が設置されている。実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪神アプリの行き先表示機能では、上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。どちらのホームからも、日中は、毎時6本の電車が発車する。普通電車の他に、準急、区間準急の設定もあるが、全列車鶴橋伊勢各駅に停車する。 2019年時の1日平均乗降人員は13,165人である。近年の1日平均乗降乗車人員数は下表の通り。駅西側の商店街、泉谷スーパーセンター福町店前線病院周辺には工場が多く立地する。最寄り停留所は国道43号にある福町、姫島2にある福町3丁目となる。 以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。